はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ早速飛び込む飛び込むウルフェンシュタイン・ザ・ニューオーダー続きをやっていきます。今レジスタンス本部に入ろうとしてんのかな。あ、ちょっと待って、嘘、ちょっと OK 開ける。え、ここ開いてんじゃなかったな。オッケー。あ、てかファーガスちょっとハゲてる。マジかよ、めっちゃ危なかったじゃん。よし、ん、なんかあるんじゃね、そこに。あ、充電か。充電して。オッケー。大体寒いの。マクソ。いや、マクセ。下ろしてやれ。え、ちょっと。なんだ今のやつ。落ち着け、タイ。フラウスだ。味方だよ。夏だってが今違う。落ち着け。これレジスタンス本部かな。こんなありふれた場所に潜むなんて、ベルリンの中心部よ。だから見つからない。声が漏れない。声を抑えればな。驚いたね、PJ ブラスコビッチ。白昼堂々ここに入ってくるバカはあんただけだよ。帰ったぞ。よく戻ったね、ファーガス。キャロライン、生きていたのか。まあこんなありさまだけどね。脊椎が粉々に砕けたの。あんたは？頭部損傷、硫酸弾の破片が土玉の中に残ってる。結腸切断、敗血性ショック、骨盤粉砕。記憶喪失にフラッシュバック、施設に14年。よく戻ってきたね。ね、あなたは何を？ここで何してんの？ただ今でくら。あなた死んだんじゃなかったの？3ヶ月前に死んだはず。ありえない、アイゼンバルトから戻ってくるなんて。あなたはとっくに除籍されてる。聞いたわ、1946年に死んだって。とんだ誤報だった。あなたも初めて見る顔ね。まったく、結局誰も当てにならないってわけね。モデルを全部組み直さなきゃ。失礼するわ。ロンドンから面白い情報が入ったの。プロジェクトウィスパーというフォルダを探してみて。詳細はクラウスに。あのフォルダが必要なの。タイ、あなたがいれば全てうまくいく気がするわ。ここに座って、ミス・アーニャ。この周波数を盗聴して。話を聞ける。ロンドンから発信された日、プロジェクトウィスパーが必要。え、ここからレジスタンス本部。プロジェクトウィスパーのフォルダを探してるそうね。ここにはないわ。見ればわかるけど。なんだこの人。放っておいてくれないか。ああ、放っておきます。はい。え、ベルリンってもう完全にナチスの領域だけど、そこの地下に、真下にレジスタンス本部があったということかな。おお、人がいる。さっきはいきなり襲いかかってすまなかった。そんなこと気にするなよ、初めてじゃないから。そのタトゥーを消したいんじゃないのか。ああ、いつかは。こいつを入れた時はおかしくなってたんだ。最高に誇り高い瞬間だと勘違いしてた。これを消す時はもっと誇り高く思うだろう。ナチスもタトゥーもいらない。ナチスを潰す邪魔をしないならうまくやれる。キャロラインが書類を探している。プロジェクトウィスパー。え？こいつは英語を知らんが、プロジェクトウィスパーという言葉には反応する。それが危険な任務で、俺たちの命を奪いかねないことを知ってるんだ。暴力が嫌いで、誰かが傷つくのも嫌がる。Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. 君が持っているソーダがここにあるのか？俺が2日前に持ち出したが、
てかこのマックスってやつだ、頭なんかエコってなってんだけど。デスクの引き出しの中にあるはずだ。俺がそこに置いた。うわ、頭がなんか。キャロラインの部屋を探せ。マックスの部屋だな。ここはマックスの部屋っていうか、なんか今なんか光ったけど。マックスは何を隠している？あれはプロジェクトウィスパーのフォルダか。あ、これか。何か道具がいるな。道具がいる。なんかすんげえおもちゃとかたくさんある部屋だな。空き部屋みたいだな。あ、空き部屋。ここで眠れるか。一眠りできるといいが。じゃあちょっと眠ってこう。ん？あ、寝たのね。起きて、ちょっと早く。あ、なんか置いてある。体力。道具が必要か。これまだ上あるんだ。あ、ツールって書いてある。絶対こっちでしょ。これバリバリツールって書いてある。なんかトイレ。お、ほい。あ、流れる。これでよし。これでよし。これで？ちょっと操作をちょっと忘れかかってんだけど。ん？道具はどこだ、それで。あ、そこになんか光ってる。これだ。で、マックスの部屋に。ん？あ、ファーガスだ。ん？ああ、ブラスコ、俺はもうクタクタだよ。本物のベッドを見たのは何ヶ月かぶりだ。少しばかり寝かせてくれないか。ゲイ。夕方からそこに起こしてくれ。あ、で、あ、あ、ちょっと。マックス頼むからどいてくれ。マックス、ビーテ、ゲットツワイク、ダスリスウェスティ。マックス、こっちだ。来い。いや、頭がどうなってんだ。こっちだ。すまんな、知らなかったんだ。こいつを開ける。で、私に行くのか。キャロラインの部屋を探せとは何だったのか。あそこにいる。あ、ミッション終了。感謝するわ、ブラスコビッチ隊。任務の準備はできた。友よ、どうしよう。これを見て。プロジェクトウィスパー、開発に何年もかけた航空機型ヘリコプター。ナチスはこれを無音で飛行し、レーダーにも映らないようにした。ロンドンから発信された会話をアーニャが解読した結果、ロンドン農地化調査研究所にプロトタイプが3機だけ存在すると判明した。ブラスコビッチ隊員が加わり、ついに我々は攻撃に出ることが可能になった。ネズミのように這い回る日々は終わる。これだけの戦力が我々のものになれば何でもできる。クラストサークルの再構築さえ完全武装するの。人々は立ち上がり、必ずやデスヘッドを葬る。ナチスは征服したと思っている。もはや私たちに抵抗する力はないと。事実は異なる。我々が勝つ。14時間も運転して鼻炎なんかにかかっちまって、もう8ヶ月も熟睡できてない。やろう、みんな。俺には最後の戦いだ。いい度胸だな、ボビー・ブラム。よせ、俺はさっさと済ませたいだけだ。お、ちょっと。あ、でもロンドンに向かってんの。入るヒトラー、ヒトラー。死に、ナチスのクソ。
ボビーじゃんこれ。このバカでかい建物が屈辱のロンドンの地下だ。ほう。ここは昔ロンドンの中心街だった。行かれるレジスタンスたちが絶えず戦っていたが、ナチスがロンドンモニターを設置してから全てが変わった。ここも都会だな。てかここもやっぱナチスってもう本当に全世界ナチスに征服されちまってんの。何もかも投げ倒し、この奇怪な建物を建て上がったんだ。これがナチス最高峰の調査研究所だ。航空宇宙関連だとかあらゆる研究が行われている。ロンドンの地下。キャロラインたちは電波塔の上空だ。見えるか？見えないよ。あ、電波塔は見えるけど。無線を傍受してる。こいつで仲間にコンタクトできる。おう、ヘッドセット。お前はここで降りろ。あ、降ります。じゃあな、ブラスコビッチ。しっかりやれよ。ん？え？ちょっと どこ行くし？そんな、え？おい、ちょっとボビー、ちょっと崩れる崩れる、危ない危ない、え？特攻、なんてやつだ。あ、ボビー。いや、ボビーの肉片を無駄にはしない。あ、なんか嫌な音がする。もうサプレッサーつけたから、ゆっくりやっていこう。あそこ行けるな、下。スーッとな。あ、で、ここ。レーザーカッターで、よし、とちっちゃいもうちょっと広く、あれあれ、これもうないじゃん、これ充電できるのかどっか、ちょっとあ、ちょっと、あ、ちょっとずつ溜まってくんだ、これバッテリーが。本当にちょっとずつ、ちょっと別の道あるか。あ、ちょっと、あ、間違った、操作をちょっと忘れてる。よし、敵いないか今は。おった、びっくりした。ちょっと、やっぱ向こう行こう。じゅーっとやって、あ、取れた。わ、ちょっと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 、なんだよ。え、じゃあどっかで、あ、そこが崩れた。びっくりさせんなよ。あ、ライフがあったぞ今。よし、でこっち行けるな、そこ通れる。おっ、おい、ちょっとしつこいぞこの野郎。あ、潰れた。ちょっと、こっち行こう。よーっと。わ、まだ来る、ちょっと。よし。ウィリアム、今見取り図を見てるけど、最上階はまだ遠いわね。遠いか。信号検出。あ。おやすみ。ん？うわ、見なかったことにしよう。こっち行ける。あ、じゃあの、まっすぐ進むとレセプションエリアに出るわ。レセプションエリアの端まで進んで大きな出入り口を通り、ムーンドームに入って。ムーンドーム。あなたがやり遂げればボービーの死は無駄にならないわ、ブラスコビッチ。あれこれ戻ってきてるな。風が強くなってきた。飛ぶには厳しい日だな。あ、まっすぐこっちか。ボビーどんだけ爆薬積んで突っ込んだんだ。あ、なんかうめき声が聞こえる。お、弾があるな。うい、おお、ちょっとやめろやめろ、危ない。ちょっとやばい、ちょっとアサルトライ
まずいまずいまずい。チキショアサルトライフル。うおー弾ない。あ、壊れた。あ、いや弱い。ちょっとこの大量にアーマーを落とすから、こいつらを、あれ、もう全部来た。よし、ロンドンの地下メインホール。あ、もう見つかってるじゃんこれ。あ、なんかいろいろある。あ、めっちゃいろいろある。いただき、アサルトライフル。よし、バトルといこう。うわ、めっちゃいますや、めっちゃいますや。めっちゃいますわこれ。敵こんな硬かったっけ。ちょっと顔出せ、グレネード。そこにいる。グレネードがたくさんある。向こうがちょっと、あれ弾ないや、もう弾少ない。弾弾弾、よし。体力めっちゃある。ちょっと待って、ハンドガンしかまともに、あ、ショットガンがある。うおー、ほらほら、ほら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 、リロードして、ここにいるぞまだ。あ、ショットガン、これなかなか届くなこれ。よし、弾を回収。あ、そんでこれ使えるでしょ。取り外して、まだいるか。これ強いわ。え、あ、そこにいる。貫通できてる。あ、弾ない弾ない。ちょっとそこで補給しよう。やめろやめろやめろ。よし、こいつに一回設置して、弾回復して取り外し。で、さっきローバットみたいのがいたから、ローバットをちょっと、このいた、おらおらおら、あ、まずい、おら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 、あ、強いこれ。え、あれ食らってる。おっかい、壊れた。もうこいつはいらない。ちょっと、ロンドンの地下、ちょっと敵が落としてる弾を回収しよう。よし、アーマーもたくさん拾って、なんかいろいろ、なんか高そうなものがいろいろ飾られてるけど。んで、あ、ここは開くか。ガシャン、離す。これ敵来そう、いそう、いた。よし、話す、入るぜ。うわ、なんかすんげえなこれ。ほんと博物館だ。なんだなんだなんだ。あ、こいつ嫌いなやつ。壊れない。
でまだいる。うおよし、弾を消費するなこれ。なかなかやばい、ハサルトレフルの弾がたまんない。これだ、いろいろ拾って拾って拾って、まだいる。リロードして、よし、まだいる。拾ってちょっと突っ込む。まあ硬いなおい。よし、まだいる。どうだ、あー上にいる。よし、あれ死ねない。あそこにもいる。クリアじゃない、ショットガンだ。ほら、よし、あ、なんだこれ、隔離ブロックで犯罪率低下。あ、間違った、そりゃ隔離だもんね。え、ま、おま、ちょっと待って、弾がない、ハンドガンで壊せないかこれ。 OK、 うわ壊れた。なんか落ちてたぞ今。どれだ、これか。アサルトライフルの弾がないんです。こいつをガシャコンとリロードして、おい、まだこいついる。あ、ショットガン強いわこれ。どこの話でしょうか。あそこなんかある。これなんかチェーン切れるでしょ。届くかこれ。あ、届く。おお、近道だ。よし、こっちに。またショットガン、ショットガンの弾パカ。あ、ほら道を開けろ。うわっ、グロい。おらおらおら、こいつまだ死んでない。よし、回収回収、いろいろ回収。どこだって。あ、これ今日かなりスムーズにいってるな。おお、ちょっと、あ、そうだ、充電しないと。充電完了。こちらにエレベーターが爆発で壊れてなければいいんだけど。エレベーター、おジャンプかこれ。うっ、よっで、これえ、何これ、これ、あ、これで登っていく。ちょ、なんか来てる。なんかいろいろ来てる。ちょっと待てよ、ショットガンで。よし、誰か喋ってる。あ、誰か乗ってんのか、まだエレベーターに。ほら開く。このエレベーターはどんなものにも耐えれるように作られている。エレベーターの上に誰か乗ってみて、あ、どうもこんにちは、ブラスコビッチと申します。で、安全ブレーキが4つついてるから絶対に落ちないというわけですか。じゃあつまり、あの、安全ブレーキがなくなると絶対落ちるっていうことになるね。ブレーキを打つ、これが確実か。立つ位置には注意だな。立つ位置には注意。これ多分打ったら落ちてるから、ここに立ってればいいのかな。お、それでは、あ、もう、じゃあね。おお、ちょっと、おお、え、落ちてった。おお、
たっけ。こっち行ける。何かあるぞ。何が見える？古い遺物だ。最先端技術が使われている。用皮紙か。ヘブライ語だな。奴らはリバースエンジニアリングする気だろう。何か手がかりとなるものはない？ダート、イシュート、ドグエイブル、アポストロフィー、エイブルタースペースヨークアイテムチャーリーハウアンクルドッグ。アーカイブに何かあるかもしれない。日本語で頼む。何か見つかるか調べてくれる？ダートイシューだよ。了解。そっちも気をつけて。気に入ったわ、ブラスコビッチ。いい子じゃないの。ダートイシューに関わる情報を可能な限り持ち出すのよ。了解だ。なるほど。なんか近未来感あふれる研究室みたいなところにやってきた。ってところで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。じゃあ次回も元気にこのブラスコビッチさんを動かしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。